赤番のホームで動き出した近畿勢。7番の坂田学が5番の大志にプレッシャーをかける中盤戦ですが、7番の坂田学が出ました。近畿勢です。この動き追っていく4番の竹内真一、3番の西村雅樹、短期の両名3、4番手までポジションを上げました。車下げた5番手から最強ライン、5番の大地正和、1番長庄寺美希、6番の深須賀、最強ライン3番手、足をためます。残り1周半。さあ3番手の争い、内を救ってくる3番の西村、2番の徳中との競り合いですが、一気に5番の大島和がかましてくる。残り1周切りました。1番の長庄寺やや口が開きながら2番手をかなくも守っている。7番の坂田学が今度は3番手とかまって、6番の二塚は連携外して最後方、中段後ろから4番の竹内真一もまくってはいきますが、完全に東京勢が後ろを離している。5番の大島和、1番の長庄寺にぴったりと追走。3番手の水は4番の竹内真一の伸び足がいいか。内からは3番西村雅樹、3着争い。5番の大島、1番の長庄寺がゴールに並び3着争いも大接戦。